さてと、どっから話したもんか。まあさ、まずは一言謝っとかなきゃいけねえな。桐生さん、あんたんとこの坊主、黙って連れ出して悪かったよ。小清水たちが坊主のことを探し始めてたんでね、俺もちょっと余裕がなかったんだ。ほいならほいで連絡くれりゃよかったんじゃ。わしら最初は親さんが春人をさらったと思っとったんで。お前らをどこまで巻き込むか、なかなか腹が決まんなくてな。どういう意味かいの。俺にはさ、ずっと前からお前らに隠してきたことがある。キルさん、あんたにもだ。沢村遥って女の子とそこの坊主はね、この町を出てから神室町で事故に遭うまでの間、ずっとこの俺が面倒見てたんだ。な、おやさん、なんじゃそりゃ。わしらは今までそがのこと一言も聞いとらせんで。どがになっとんじゃ。誰にも知られないようにかくまってやる必要があったんだ。その坊主は生まれる前からいろんな連中に狙われる運命でね。あの達川が坊主の父親じゃなかったってことは、桐生さんが神室町で確かめた通りだよ。坊主の本当の父親は別にいる。そいつから坊主が受け継いだ血筋に価値を感じる連中が山ほどいるってわけだ。広瀬の親分、それじゃああなたは春人の本当の父親を知ってるんですね。そいつはあんたもよく知ってる男だよ、桐生さん。この場にいる全員がよく知ってんだ。何？坊主の本当の父親はね、まさかお前が。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村春人の父親だ。その人、昨夜お店に来てたお客さん、なんでそんなひどいことするの。ルポライターだってさ、こいつ。ずっと遥ちゃんのことをつけてたんだ。
写真撮られたらまずいんだろ。この町の人たちはみんな何も言わねえけど、はるかちゃんがこういう奴らから隠れたがってるって事情も本当は分かってる。多分はるかちゃんもそれは気づいてたろう。特に南雲の頭なんかは芝居が下手だから。でも俺らはこれからもずっと何も知らないふりし続けるよ。この町の人間はみんなはるかちゃんのことが好きだから。ゆうたくん、気まずいだろうから俺はもう清美さんの店には顔出さない。だからさ、できればはるかちゃんはずっとこの町にいてくれよな。宇佐美優太、俺らの目の前にずっといたそいつが沢村ハルトの父親だ。う、嘘じゃろ。優太、踊れ、何黙っとるんじゃ。なんとか言わんか、こら！すいません！お前が、はるかと。なんで早う言わんかったんじゃ、このバカたれ！踊れ、心当たりがあったんじゃろうが。それを、なんでじゃ！達川が、ハルトの父親だって話だったから、まさか俺だとは。おう、ちょ待て、ユータ。お前、ハルカちゃんとそのゴムとかつけんかったんか。なあユータ、嘘じゃろ。嘘じゃったら嘘と正直に言えや。自然とそうなったから。だって一回だけだったんす。まさか一回だけで。このバカだね。よせ、今そんなことしてる場合じゃねえ。親分、俺には腑に落ちません。雄太本人も知らなかったのに、なんであなたはハルトの父親がユータだと。確かにそうじゃ。いろいろややこしい話でさな。そうだろう。なんじゃ踊れ。お前はマスゾエ、なんでお前がここに。マスゾエ。広瀬さん、約束は守ってもらいますよ。これで俺はもう採用会にも陽明連合会にも戻れなくなる。今あんたに見捨てられたら俺にはもう逃げ場がない。なら全部ごまかさねえで話せよ。そうすりゃどこでも逃げられるように俺からクルス会長に口聞いてやるから。話がまるで見えん。一体何なら、こりゃ。
なんで俺がユータを坊主の父親と知ったかってどこまでなったよな。そもそもの話、一番最初に沢村遥の妊娠に気がついたのはこの松江と辰川でね。それがなぜかって言うと、こいつらユータのことをおかげの頃からずっと監視していたからだ。ユータを監視？なんだよそれ。なんで俺が監視されなきゃいけねえんだよ。それはお前が西洋会の後継者だからだ。ああ、宇佐美ユータは西洋会の総帥老の血を引く実の息子だ。何言ってんの。老の息子はジミー・ロア、3ヶ月前にカムロ町で殺されたはずだ。話が見えねえぞ、マスオエ。ジミー・ローも正真正銘ボスの息子だが、宇佐美ユータはその弟。つまりジミー・ローがカムロ町で死んだことで、そいつは西洋会の正当な後継者になったんだよ。キリュウさんたちにも分かるように説明してやるんだな、マスオエよ。西洋界ってのは昔から弱肉強食の大陸を生き抜いてきた中国マフィアだ。だがその内部でもボスの座を狙って手下どもの裏切りが繰り返されてきた。だから西洋界のボスはその防止策として血の絆を何より重要視する。血の絆？血縁ってことか。ああ、組織の幹部は常にボスと血のつながった身内で固められる。あのエドもボスのいとこでな。そして組織の後目を継げるのはボスの血を分けた子供だけだ。だがボスの後継者になる子供が2人以上いれば、何が起きるか分かんだろう。後目争いだ。後継者一人一人にそれを担ぎ出す派閥が生まれて、組織は敵味方に割れる。だからそれを避けるために、西洋界歴代のボスは2番目以降の息子を遠くに送って隔離してきた。殺さずに生かしておくのは、長男にもしものことがあった時後継者の保険になるからだ。ユータがその保険っちゅうわけか。そんじゃこいつも混じりっけなしの中国人なんか。そんな話急に言われたって信じられるかよ。信じる信じないはそっちの勝手だ。だがお前は親のことを何も知らず、物心つく前から施設で育ったろうが、俺と辰川はそんなお前をガキの頃からずっと陰で保護してきたんだよ。真実に気づかせないように、死なさないように、何年もの間な。それが西洋会から俺たちに与えられた命令だった。俺たちは親に捨てられ、西洋会に拾われた兵敗つだ。組織に与えられた人生しか許されねえ。それじゃ辰川はそのために俺のダチになったのか。ガキの頃からずっと。あいつはお前に中国語も学ばせたろ。そう押し向けるためにお前好みの中国娘を手配したのは俺だったがな。それもお前が万が一後継者になる場合に備えてのことだ。くっ。俺たちはお前の全てをすぐそばから監視していた。何から何まで俺のことを見てたってのか。沢村遥との出会いから馴れ初めもな。なんなら全部この場で言ってやろうか。だからこそ俺たちは彼女が妊娠したことにもいち早く気づいた。バカなお前は
その時も何も知らず能天気にしてたもんだ。それでお前は達川と一緒になってあの子に子供をおろせって言ったんだよな。な、そうか。ほんなら清美さんはその電話を聞いたんじゃな。達川が赤ん坊をおろせ言うとったんはそん時のことだったんじゃ。血の絆を重んじる組織が日本人の汚れた血など許すわけがなかった。それに保険でしかない後継者の血筋が無駄に増えれば後々組織に災いを招く。余計な目を摘むこともお目付け役の仕事だ。踊れ、勝手なこと言い寄ってからに。だがその矢先、今から1年半前、沢村遥はこの町から忽然と消えた。そこの広瀬さんが俺らの前からずっと彼女を隠してたんだ。ですよね、広瀬さん。その時俺が真っ青な顔したあのお嬢ちゃんに会ったのは散歩がてらのほんの偶然だったんだよ。自分の選んだ男が中国マフィアのボスの子だのなんだのって聞かされてさ、その拙者に中絶迫られたそのすぐ後だぜ。普通でいられるわけやねえよな。あの子が事情を話すまではえらく時間がかかったけど、まあ俺の方にはいくらでも暇があったからさ。あの子は自分の腹の中にできた小さな命をさ、でたらめな理由で下ろすなんてことが許せなかったんだよ。てめえの都合で子供を振り回す親ってのに、なんか思うとこがあったらしいな。要するにその坊主にはめっぽう強い母親がついていた。俺はその母親に子供を産む時間と場所を用意してやっただけだよ。そのおせっかいのおかげで俺と達川は沢村遥を見失った。だが俺たちはそのヘマをボスには報告しなかった。所詮宇佐美優太は保険の後継者で誰にも注目される存在じゃない。達川と俺が黙ってりゃ優太本人でさえ知らないことだ。何もなかったことにして済ませられるはずだった。その後西洋会が神室町に進出してきたが、俺と達川はそのまま隠し通すつもりだった。だがそうもいかなくなっちまった。牢の長男が神室町で岩見常雄に殺されたからか。ああそうだ、ジミー・牢が殺されたことで雄太は後継者の保険から本命に格上げされた。そして組織は雄太を西洋会の後継者として迎え入れるために徹底的にその身辺を洗い始めた。つまり俺らの隠したヘマがバレんのは時間の問題だった。だから俺と達川はそれこそ血眼になって沢村遥の行方を追ったよ。組織に気づかれるより先に俺たちが赤ん坊を見つけてボスに報告するためだ。それ以外に俺たちの助かる道はないと思った。先に沢村遥と赤ん坊を見つけたのは達川だった。この神外町からそう遠くねえ偏僻な集落で広瀬さんにかくまわれていた。俺たちはそれを知ると全てをボスに報告し、報告を聞いたボスは何の躊躇もなく赤ん坊の始末を命じてきたよ。踊れる、一体何じゃ。小柄な赤ん坊本気で殺そうっちゅうか。ああ、あの牢がそんな血なんてもんにこだわるくだらねえ男だったってのか。
あんたから見りゃそのくだらねえことが、あの採用会って組織にとっては何よりも大事な掟なんだよ。価値観の違いってやつだな。赤ん坊の所在を突き止めた俺たちは機会を待った。沢村遥と赤ん坊は広瀬さんから失踪したように見せる必要があったからだ。もし採用会に赤ん坊を始末されたと雄太が知れば、死んでも後継者になるとは言わねえだろう。だがそこで俺の予想もしてなかったことが起きた。達川がボスから始末するように言われたその赤ん坊を採用会に敵対する岩見恒夫に売ることで寝返ろうとしたんだよ。達川は命令通り問題の赤ん坊を殺したところで採用会に許される保証はないと踏んで、岩見恒夫を頼ったってわけだ。そして奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは達川の車だったんだよ。達川が遥ちゃんを。あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は達川にとっても望まない結果だったはずだ。結局達川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな。達川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。はあ、確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか堂島の竜の腕ん中にいたってわけだ。くそ、一体何がどうなっとるんや。あとはあんたらも知っての通り、達川は採用会に殺されたよ。赤ん坊を岩見恒夫に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを達川にじっくり見せつけた後、喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら採用会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ達川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうが、バカたれ。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるようクルス会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてやろう。え？こいつら、ハルト狙ってるか。くそ、なんじゃ踊れる。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。